ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、芸能人ってすごいわよね。具体的にどういうところがすごいんだ？それはもう信念よ。どうしても売れてやるぞっていう信念を感じられるわ。確かに信念を感じるな。時には路線変更をしてでも頑張るもんな。路線変更？そうだ、芸能人の中には売れるために路線変更をする人がいるんだ。路線変更をしたら売れない芸能人も売れるようになるのね。いや、そうとも限らないぜ。路線変更して成功した芸能人もいれば、失敗した芸能人もいるからな。そうなのね、やっぱり芸能界は厳しいのか。じゃあ今回は、路線変更した芸能人6選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。最初に紹介する芸能人は、伊藤桃花さんだぜ。確か、歌手をしている人よね。そう、ジャンルは J-POP で、2011年から活動をしているんだ。歌手にしてはビジュアルが良すぎるでしょ。ファンも多く、たくさんの人に可愛いと言われているな。本当に可愛いわ。羨ましい。そんな伊藤桃花さんはフェアリーズという、ライジング所属の女性アイドルグループで活動していたんだ。ライジングと言ったら、安室奈美恵さんやスピードを輩出した事務所よね。そうだぜ、本格的女性アイドルグループで、デビュー当時からものすごく期待されていたんだ。そりゃ期待もされるよね。可愛くてダンスが上手い精鋭7人を集めたグループだったぞ。プロモーションにもお金をかけて、相当な本気度を感じていたぜ。これは間違いなく売れるわね。いや、結果全然売れなかったんだ。どうしてよ？まあ時代の流れが違ったんだろうな、不運としか言いようがないぜ。なんだか残念ね。まあ、デビュー当時からコンセプトがブレていたから、ライジングの戦略ミスとも言えるけどな。でも、伊藤桃花さんは今では大人気だよね。それは、伊藤桃花さんは路線変更をしたからだぜ。どのように路線を変更したんだろう。それはフェアリーズの活動終了に伴う個人活動だぜ。あ、フェアリーズがなくなったの？そうだ、なかなか思うような結果が出なかったからな。なんだか残念ね。本当に不遇だぜ。でも伊藤桃花さんはここで路線変更をして成功していくんだけどな。どうしたんだろうね。まず、活動終了後に個人 YouTube チャンネルを開設したんだ。おお、今では芸能人も YouTube に参入しているもんね。そうだ、そして伊藤桃花さんが YouTube で取り扱ったものが麻雀だ。麻雀？なんだか意外だわ。そうだろうな、初心者でもわかりやすい麻雀などの解説動画を上げていたんだ。確かに、麻雀に興味がある人は視聴しに来そうね。でも、2020年に YouTube チャンネルを終了したんだ。え、どうしてよ、せっかく路線変更したのに。それは仕事が多くなってきて、時間がなくなったからだと思うぜ。なるほど、路線変更に成功したから YouTube をやめたのね。まあ、これはあくまで予想だけどな。ちなみに伊藤桃花さんの路線変更は、YouTube を始めたことではなくて個人で活動を始めたことだ。個人で活動したから売れたの？まあ一概にそうとは言えないけどな。いろんな人に知られるきっかけができ、その結果今に繋がったんだろうな。伊藤桃花さん本人の努力も相まって路線変更で成功したということね。そういうことだ。ちなみに2022年にはライジングの事務所を退社しているぜ。え、そうなの？そしてオフィシャルファンクラブを設立したんだ。今一番波に乗っていると言っても過言ではないな。そうね、テレビドラマとか映画でも時々見るもんね。女優業、タレント、ダンサー、歌手など多岐で活動を行う芸能人だな。これからももっと人気が出てほしいわ。次に紹介する芸能人は、カバちゃんだぜ。お姉キャラのタレントね。他にも振付師としても活躍をしていて、とても引っ張りだこだ。カバちゃんも路線変更をしていたのね。そうだぜ、というのも、カバちゃんは男性として活動をしていたんだ。え？カバちゃんが男性として活動？そうだ。それも、小室哲哉さんがプロデュースする3人組のダンスユニット、DOS の男性メンバーだったんだよ。今と全然違うじゃない。当時は男性として振る舞っていたからな。今のカバちゃんと同一人物だと気づいていない人も少なくないだろうぜ。これは衝撃的すぎるわよ。DOS 時代、話すとお姉口調になるため喋らないようにと言われていたらしいぜ。同性愛者であることがわかると色々と問題があるもんね。そうだな、そして笑っていいともに、スマップの振付師の肩書きでそのまま出演することになった際、お姉であることをカミングアウトしたんだ。どんな場所でカミングアウトをしているのよ。こうしてカバちゃんは路線変更をしたということだ。まあもともと成功していたから、特に変わったこともないだろうけどな。こんなに大きな路線変更をしたのに、あまり変わらないのは逆にすごいわね。まあ、カバちゃんは振付師という一種の技術職だからな。容姿やキャラが変わったところで仕事が左右することはあまりないぜ。なるほどね、それにしても本当の自分をカミングアウトできるカバちゃんに尊敬するわ。言いたくてもなかなか言えないからな。今では戸籍上の名前や性別の変更が認められて女性になったぜ。
願いが叶ったのね。それは良かったわ。次に紹介する芸能人は、川栄李奈さんだぜ。AKB48 の元メンバーね。よく知っているな。川栄李奈さんは AKB48 第11期研究生オーディションに合格したんだ。そしてセクション審査に合格したぜ。晴れて AKB48 研究生になったというわけね。そして、チーム4に昇格し、26枚目のシングル、真夏のサウンズグッドで、初の選抜メンバー入りを果たすんだ。本当に順調にアイドル人生を送っているわね。そうなんだ、アイドルとして人気が出始めた川栄李奈さんは、徐々にバラエティ番組にも出演するようになってくるぞ。バラエティ番組って楽しそうだから私も出てみたいわ。でも、この時に川栄李奈さんのある部分が発覚してしまうんだ。ある部分？なんだろう。それが、おバカということだ。え、おバカ？そうだ、実は川栄李奈さんはとんでもなくおバカだったんだ。学力テストを行う番組の企画で最下位を取り、世間に川栄李奈さんイコールおバカというイメージを植え付けたぜ。あらあら、でもおバカキャラは愛されるわよ。確かにそうだな、でもあれはキャラではなく本物のおバカだぜ。それはちょっと心配になるわね。でも、そんなおバカな川栄李奈さんも路線変更をしたんだ。どういう風に変わったの？路線変更をしたのは AKB48 を卒業してからなんだ。それがきっかけなのね。卒業した川栄李奈さんは女優として活動することになったぜ。そして、バラエティ番組に出る機会はほとんどなくなったんだ。路線変更というよりも、そもそもの出演する場所が変わったのね。確かにそれもあるが、川栄李奈さん自身もかなり変わっているんだ。そうなの？川栄李奈さんも女優として超真面目に取り組んでいるんだ。もうあのおバカの頃の川栄李奈さんの面影はないぜ。なるほど、そういう路線変更もあるのね。そうだ、なんだかプロ意識を感じるよな。すごいわ、自然と応援したくなっちゃう。このことに、ネット上ではどうした川栄？などと驚きの声が多数上がっているんだ。驚くのも仕方がないわ。これを成長っていうのかもね。川栄李奈さんは自分のしたいことを見つけたんだろうな。これからも女優業を頑張ってほしいわ。少しくらいはおバカな一面も見たいけどな。次に紹介する芸能人は、有吉弘行さんだ。おお、今ではテレビで見ない日がないわね。そうだな、当時高校生だった有吉弘行さんは、EX テレビの企画、公開弟子審査会に合格し、オール巨人さんに弟子入りしたんだ。これは有名な話ね。しかし、兄弟弟子と喧嘩に発展して相手に怪我を負わせてしまうんだ。巨人さんから謹慎を言い渡されるぜ。結構破天荒だったのね。そのまま無断で巨人さんの下を離れた有吉弘行さんは、地元の同級生だった森脇さんを誘って上京するぜ。猿岩石っていうコンビを組んでいたよね。そうだぜ、そして後に巨人さんの楽屋に出向き、正式に破門となるんだ。そんな背景があったなんて知らなかったわ。有吉弘行さんといえばやっぱり毒舌だよな。なんだか愛がある毒舌って感じで好きだわ。今では冠番組を多数持つバラエティ界のトップランナーだもんな。でも、毒舌キャラは路線変更した結果だよね。そうだぜ、もともとは猿岩石時代に一発当てただけの一発屋だったんだ。そうなの？これ以降一発屋芸人という言葉が有名になったからな。有吉弘行さんは最初の一発屋芸人と言っても過言ではないぜ。でも、今ではそんな感じも全くしないよね。そうなんだ、そもそも有吉弘行さんは毒舌ではなかったんだ。え、そうなの？そうだぜ、そして低迷期を経て、一つの芸風を見出すんだ。どんな芸だろう？それがあだ名芸だ。知ってるわ、いろんな人にあだ名をつけるんだよね。まあ、これが一発屋となるんだけどな。なるほど、路線変更をして一発屋になれたのね。でも、そこから一発で終わらなかったのが有吉弘行さんのすごいところなんだ。何をしたのかな？それは、司会業に進出したことが大きいぜ。確かに、今では司会をすることが多いもんね。もちろん、誰でも司会をできるというわけではないぜ。司会を務めるためにはそれなりの格が必要だからな。その格が有吉弘行さんにはあったのね。そうだ、そうして今の有吉弘行さんが出来上がっているわけだな。でも、誰も路線変更をする前の有吉弘行さんは知らないよね。まあ、テレビに出始める前だからな。なんだか、そんな過去の努力があったとは驚きだわ。ちなみに有吉弘行さんは一時期キャラに低迷し、オカマになろうか迷ったりもしたらしいんだ。そんな時期もあったの？オカマになった世界線もなんだか気になるわ。そうだよな、何にせよ今の有吉弘行さんをテレビで見られて私たちは幸せだな。これからも頑張ってバラエティ界を突っ走ってほしいわね。次に紹介する芸能人は、えなりかずきさんだぜ。えなりかずきさんももうバラエティに引っ張りだこよね。そうだな、特にクイズ番組でよく見かけるな。頭がいいもの。えなりかずきさんは3歳の時に、志村けんの大丈夫だー見て、子役としてデビューを果たすんだ。そうだったのね。
そして、俳優として活動を行うぞ。紅白歌合戦にも出場していたよね。歌手としてもデビューしているからな、本当に何でもできる多彩な方だぜ。でも、えなりかずきさんも路線変更をしたのよね。そうだぜ、まあ、今回の路線変更は理由があるんだ。どんな理由なの？それは、えなりかずきさんが業界から干されたことだぜ。え、そうだったの？まあ、本人が干されたと断言しているわけではないからな。あくまで推測だが。でも、干されるってことは何かしでかしたのよね？主に二つ。一つは泉ピン子さんとの仲違いだ。そしてもう一つが韓国の批判だぜ。それだけで干されるなんて芸能界は怖いわね。まあ仕方ないけどな、でもここで稲荷和樹さんは路線変更をしたんだ。それが、バラエティの出演ね。そうだ、他にも趣味であるゴルフを武器に実況の仕事を増やしたりしたんだ。それは強い武器ね。こうして路線変更は見事にヒットし、今では誰もが知っている芸能人となったんだ。なんだか意外だったわ。ちなみに、現在の稲荷和樹さんはカズレーザーさんに弟子入りをしているぜ。そうなの、やっぱりクイズつながりかしら？おそらくそうだろうな、カズレーザーさんもかなり頭が切れる人だからな。私が YouTube を見てダラダラと過ごしている間に、芸能界ではいろんなことが起こっているのね。もう少しいろんなところに目を向けてみると、また新しい世界が見えるかもしれないぜ。私の生活の路線も変更しないといけないかも。最後に紹介する芸能人は、篠原ともえさんだぜ。知っているわ、かなり前から芸能界にいる方よね。そうだぜ、篠原ともえさんの芸能界デビューは10代の時なんだ。カラフルで奇抜なファッションが印象的だったな。そうね、おんまゆの前髪とお団子ヘアも忘れられないわ。同年代の女性のハートをわしづかみにしていたもんな。シノラーというブームまで起きたほどだぜ。とても波に乗っていたわね。当時の彼女はとにかくハイテンションだったし、テレビでは大暴れをしていたぜ。でも、篠原ともえさんも路線変更をしたのよね。そうだぜ、それは30代の頃だ。どう変わったの？落ち着いたんだ。おお、大人になったのね。まあ、そういうことだな。キャラ変更というよりは人間的に成長したのかもしれないぜ。当時の篠原ともえさんも好きだけど、今の大人の篠原ともえさんも大好きだわ。これはこれでハートをわしづかみにされてしまうよな。ということで、路線変更した芸能人6選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。